オカリナ聞こえるかな。はい、オカリナの音色が聞こえますね。俺みたいにひねくれてるやつがいて、あそこになんか生えてるやつ、俺みたいにひねくれてるんだね。はい、こんにちは。みんなの情報誌です。本日3月28日。これ、みんなの情報誌の第77号なんですけど、ここに載ってる市民、これ、安孫子市なんですけど、市民観桜会に来ております。まあ、記事にも書いてあるんですけども、毎年、社団法人の安孫子ゴルフクラブ様のご厚意で、桜を楽しめるということで、年に1回、まあ、この桜の時期に開放しております。で、まあ、これも書いてあるんですけど、同コースには樹齢80年を超す大樹50本、で特に公開するね、13番、16番ホールとその周辺は、当、このゴルフクラブが誇る見事なソメイヨシノの大樹が待ち受けており、フェアウェイに沿った松の緑と桜の薄桃色のコントラストは目を見張ります。でそのうち聞こえてくると思うんですけども、ウグイスとかね、コカリナ、まあ、木製のオカリナの音色が流れてくると思いますので、ちょっとその辺をちょっとこう見ていただければと思います。これが16番ホールなんですね。なんかあそこのしだれ桜みたいなの綺麗ですね。これは満開ではないって感じ。そうですね、八分咲きぐらい。昨日都内でね、一応東京都内満開ということだったんですけど、うん、こちらはでもちょっとちょうどね、いい感じ。一通り回りましたけども、今回ちょっといろいろスタッフのいるボランティアの方たちなんですけども、話を聞いて、こういろいろ、しでこぶしとか、陽光とか、まあ、立ちつぼすみれとか、そのいろいろ教えてくれて、まあ、今まで何も知らないで見てたんだなっていうのは実感しました。本日はそれまで。